こんばんは。こうかな。ゆびりんが11時15分をお知らせします。お元気そう。久しぶりです。ごめんなさい、全然ショールームができなくて、5日ぶりぐらいかな。はい、5日ぶりぐらいですね。お久しぶりです。そうですね、はい。ご存知の方も多いと思いますが、というか多分ここに来てる方はみんなさん多分もう知ってると思うんですけど、ST48 のセカンドシングルが、延期となりました。はい、先日の西日本の大雨の影響がすごく大きくって、本当に すごく今もずっとニュースでもやってるんですけど、やっぱりこう私たちが拠点としている瀬戸内の被害がすごく大きくって、そうですね、私のところは今は大丈夫です。はい、実家が山口なんですけど、山口の実家の方も今も大丈夫という連絡をもらいました。おばあちゃん家が香川県にあるんですけど、そこもみんな無事だったみたいで、はい、連絡がちゃんとその日のうちに取れました、うん、今は雨は降ってないんですけど、雨が止んでからも雨が止んだからすぐ復旧っていうのも難しい状態で、そうですね、瀬戸内を拠点として活動する私たちが
できることは何だろうって考えた時に、こういう、なんだろうな、そうですね、そうですね。でもこう中止になったわけじゃなくて、延期になっただけと言いますか。なので、まあ時期は未定ですけど、こう何か瀬戸内の希望になれるようなものになりたいですね。こう瀬戸内の魅力をたくさん伝えていくグループなので、こう STU にできることをが何なのかっていうのは、私たちメンバーも含め、こうスタッフさんだったりとかも今いろいろ考えてたりとかする状態なので、そうですね、このままセカンドシングルを発売しても、果たしてこう瀬戸内の皆さんに喜んでいただけるのかって考えたら、やっぱりこういう決断になったのかなって思います。こうまずはね、私たちの地元のこう復興といいますかが一番だと思うので、そうですね、やっぱりこのセカンドシングル発売延期もですけど、この豪雨の影響だったり、自分たちのこう大好きな地元がこういう状態になるっていうのはすごい心が痛いですね。こう実際自分たちが行った場所っていうか、こう思い出の場所だったりとかが、いろんな被害に遭ってたりとか、そういうのをニュースで見たりとか、あとはそうですね、あのこう一番雨が降った時というか、なんだろうな、握手会があったので、
そういうニュースをこう東京で見たんですよ。だからそれがすごい、なんかまあこういう状態なんだっていうの思いましたね。でもこう中止とか延期ばかりじゃなくって、まあ、何か新たにね、私たちで何か自分たちにできることを見つけていきたいですね。逆にこう瀬戸内で活動する私たちだからこそできるものっていうのもあると思うので、やっぱりなんだろうな、こうアイドルとしてやっぱりこう思うのは、アイドルとしてっていうか、すごく私自身も歌とかにこう救われる部分とかってたくさんあるんですよ。歌詞とかなんか結構私たちのいただいた曲はすごい深い歌詞とか元気づけられる曲が多くって、そうですね、こう地元のことを歌った曲だとか希望の曲だとか、あんまりこうあんまり恋愛の系の曲がないんですよね。そういうだからこう聴いていて勇気とかをもらえる曲があるのかなと思うので、例えば私は最近こう CGB41 の夢力にすごい背中を押されてます。だからこう諦めなきゃエンジンは動くよとか、すごい勇気づけられますね。あとはなんだろうな、人うちの声とかはやっぱりなんだろうな、こう私たちが今一番歌いたい曲なのかなって思います。あとはそうだな、ペダルと車輪ときた道ととか、あとは結構こう暗闇も希望の曲だったりするので、こう私たちがね希望の足跡に、暗闇の中のなんだろう、希望の足音を立てていけたらいいなと思います。あとはそうですね、今回セカンドシングル延期ということで、握手会が全て今発表されていた握手会が全て中止となりました。中止延期、
デーが全て終わって、多分もう皆さんこう A 日程でこう申し込みしてくださった皆さんはもうきっとお支払いが済んだ状態だと思います。すべてこれは返金になるみたいです。あとはそうですね、あのまあさすがにまだ発売が未定なので、あのこうやっぱりね、握手会の日程とかもまたあの変わってくると思います。はい、だからこう握手会でこう予定を組んでくださってた方とか、まあ本当に有給を取ってた方とかも本当にいると思うし、なんでその日を多分皆さん開けてくださってたと思うんですよ。だからそうですね、本当にうん、そうですね、まあ本当に私もあの次のシングルがいつになるか私もわからないんですけど、また発表があった時はこう皆さんと笑顔になれたらいいなと思います。でもこう出張公演については多分今週来週の大阪を含め多分こう、うん、そこは多分まあ中止にはならないと思うので、そうですね、こうでいつも全力ですけど、まあ全力で頑張りたいですね。うん、今できることは本当にもしかしたら限られて本当に数少ないかもしれないんですけどね。うーん、土地でライブ、そうですね、でもこう結構交通手段がっていうか結構道が通れなかったりとか線路が埋もれちゃったりとか、そういう場所が本当に一つや二つじゃなくってもうたくさんあって、うん、そうですね、
当分復旧が第一ですね。そうですね、本当にそれが第一ですね。うん、やることを一つ一つね。でも本当に私たちに何ができるんだろうっていうのはこうみんな考えてますね。メンバーもだし、スタッフさんもだし、うん、そうですね。私たちにできることって言ったら本当にね、うん、こう笑顔を届けることとかなのかなって思うので、そういうことができたらいいですね。うん、でも本当にこれはまあ誰のせいでもなく、まあ本当になんだろうな、うん、前を向くしかないので、前を向いて頑張っていきたいと思います。よいしょ。うん、うん、うん、食事とかできても、あ、私はできてます。ただやっぱりコンビニとかスーパーとかはやっぱりなんかそうですね、いつもの通りには行ってないですね。うん、買い占めとかあるの、でも本当にもう買い占める出るものもないっていうか、買い占めれる量がないです。うん、ないですね。でも私の家の周りでさえそういう状態と言いますか、私のいるところは
はい、水も電気も普通に通ってるので、うん、そうですね、うん、まあでも、うん、前を向いて頑張りたいので、皆さんこれからも SDU と一緒に瀬戸内を盛り上げていきましょう。またそうですね、こう地元が落ち着いて、こう嬉しいニュースがたくさんできた後に、こう STU セカンド嬉しいニュースを皆さんにお伝えできるようになったらいいですね。タワーニャニャトシさん、ありがとうございます。ですね、まあ私のいる広島もですけど、こう、うん、まあね、そうですね、うん、あんこは元気、あんこは元気みたいです。あんこ、うんうん、滝野軍団、あ、友達もそうですね、うん、みんな連絡取れました。あとは、うん、そうですね、うん、まあこれを見ているこう西日本の皆さんは、こう、そうですね、一緒に STU も一緒に何か力になれたらいいなと思っています。でもまだこう、なんだろうな、こう考えてる段階と言いますか、まだ何もできてないので、本当にね、早く何かできたらいいなって思います。うん、
皆さん本当に優しいですね。コメントがみんなすごいな、ありがとうございます。すごい、この配信で元気もすごい。でも私も本当になんかね、一つ一つのこんなね、素敵な言葉をたくさんもらってすごいいいですね、ショールームってありがとうございます、本当に。そうですね、でもちょっとしばらく配信できなかったので本当に申し訳なかったです。メールは送ってますので毎日、はい、送ってます。よいしょ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 。はあ。まあでも、また明日から笑顔で前向きにしっかり頑張って行こうと思いますのでね、こう笑顔を見ると笑顔になると言いますし、怒ってる顔を見ると見てるだけでちょっと嫌な気持ちになっちゃうし、元気がないのを見たら元気がなくなっちゃうしね、こう明日からはそうですね、まあショールームができるときは見てる人が笑顔になるようなショールームを理解できたらいいなと思いますしね。あ、そう、私たちあさって音楽の日という歌番組に出させていただけるんですけど、そう、そこでまあ音楽番組なのでね、何かしら曲を歌わせていただけると思うので、それを見てる皆さんにも笑顔になってもらえたらいいなと思うのもあるし、あとはそうですね、私たちまだこうなんかやっぱり他の AKB さんだとか他の先輩方に比べたらまだまだこうメディアに出させていただく機会がまだ少ないと思うのでし、まあ、SNS もメールとブログとショールームとぐらいの限られたものしかないので、まあその中でね、こう一番見てもらえるのはショールームなのかなと思うので、うんって思いますね。音楽の日、
ショールーム募金専用のスペシャルギフトを作ってくれ、ああもうそれなら多分もう募金された方が早いと思います。ぜひその気持ちはすごく嬉しいので、ぜひこう、まあ私の住んでるところはコンビニにももう募金箱があったりとかあるので、他のところに住んでる方はがどうかはわからないんですけど、そうですね、まあ結構このいろんな情報がありますが、なんかそうですね、募金って言ってもこういろんなところがありますが、うん、そうですね、うんうん、ぜひこの多分握手券を買ってくださってた方はこうお金が戻ってくると思うので、ぜひそういうのもそうですね、うん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 、私も本当にもう本当に少しずつっていうか本当に少しなんですけど、こうコンビニとかに、どっかにも募金箱はあるので、本当に微力なんですけど、そういうのもね少しずつね、ね、まあ瀬戸内で活動する以前に私たちの、てかそう私のふるさとなので、活動拠点もだし、実際一番好きな場所っていうか地元だし、本当に大好きな場所なので、そうですね、少しでもたくさんの方が笑顔になった、早くね笑顔になったらいいなと考えております。うーん、まあでもだからといってやっぱりこう自分にできることっていうのがこう一人一人違うので、なんかこう他の人に言うとかもまたちょっと違うと思うので、私自身ねこう自分でちゃんと考えながら考えます、うんうん、そうですね、そうできる範囲で、そうですよね、うんうん、フォもう終わる時間ですね。第13位、熊手パパさん、瀬戸内の皆さんと一緒に歩もう、一流最高だよ、ありがとうございます。第12位が西さん、ありがとうございます。第11位がのっしーさん、ありがとうございます。第10位がやぶくぺこさん、夏に瀬戸内行こうかと、それが私にできることか、そうですね、夏にでも結構こう電車とかも動いてなかったりとか、道も本当に限られ来るので、まあそうですね、でもまあいいとこもたくさんあるので、ぜひありがとうございます。第9位がゆたんさん、焦らずできることからコツコツ、そうですね、コツコツと頑張ります。第8位、
さがっちゃんさん、ありがとうございます。第7位が、Q さん、尾道のダンスは月曜日まで、おお、セスティーの曲聴いて希望を持ちます。ありがとうございます。でも私もそうやって言ってもらって本当に嬉しいです。ありがとうございます。第6位が、リキアさん、生きることはペダルを踏み続けること。みんなでペダルを踏み続けましょう。ありがとうございます。第5位が、青いちごさん、ありがとうございます。第4位が、はるみんさん、滝の由美子、神推し、いつもありがとうございます。第3位が、滝ちゃん、ありがとうございます。そして第2位が、大先生さん、ありがとうございます。第1位が、にゃにゃとしさん、ありがとうございます。はい、はい、そうですね。以上、竹野のショールームでした。皆さん本当に最後までありがとうございました。まあそうですね、明日からもまた笑顔で頑張っていきます。はい、なので皆さん前を向いて、前しか向かねえで頑張りましょう。一緒に頑張ってほしいです。皆さんもぜひよろしくお願いします。それでは最後までありがとうございました。明日も頑張りやめりん。じゃあおやすみなさい。バイバーイ。